2016年オーストラリアのパースで漁師のマークさんがいつものように釣りをしに海に出ると海上に浮かぶ怪しい物体を見つけました。はじめはボートかと思ったものの近づいてみると驚いたことに死んだクジラがひどい匂いを放ちながらものすごく膨らんでいたのだといいます。そしてその周りではサメが群がって死んだクジラを食べていたのです。多くの方にご覧いただいたこちらのクジラの映像ではお腹が膨れ死んだクジラが海岸に流れ着いてポンと爆発したと紹介しましたが、もし海岸に押し流されてこなかったらどうなってしまうのでしょうか。海の真ん中で破裂するのでしょうか。残念ながらそんな風に海の上でポーンと破裂したという目撃談はこれまで聞いたことがありません。というのも海で死を迎えたクジラのほとんどがその巨体のせいで海中にゆっくりと沈んでいくからです。サムネイルでご覧いただいたクジラが海に浮かぶような場合は腐敗しやすい気温が高い日だったり浅瀬で死を迎えたりするとガスの浮力で海上にプカプカと浮くというわけです。しかしこのようなケースは非常に珍しいと言います。とにかくこのようにクジラが死ぬと死体から腐敗した匂いが四方八方に広がり数十キロメートル離れた場所からたくさんの魚が匂いを嗅ぎつけて集まりクジラ肉パーティーを楽しみます。このパーティーに参加する魚の種類は多様です。ホオジロザメやニシオンデンザメのようなサメ類をはじめヌタウナギ、その他の魚までたくさんの生き物がラッキーとでも言うかのように海底に沈んだクジラのバイキングを楽しみます。魚たちは死んだクジラの肉片や筋肉を1日に40キロから60キロほども食べてしまうのだとか。クジラがどれだけ大きいかわかるというものですが、このペースで食べ続けても1年半から2年ほどかかると言います。本当にたくさんの魚がパーティーを楽しむのですが、そのおかげで死んだクジラの肉が少しずつ減っていくにつれて、膨らんでいたクジラのガスが徐々に抜けて海のより深いところへと沈んでいくのです。こうして肉がほぼなくなると、残った骨の残骸を狙うものが出てきます。それは無脊椎動物と甲殻類であるタコ、エビ、ロブスターなどの生き物で、骨に少し残った肉の破片や死体の周りに落ちている残り物を食べます。深海では餌を得るのが大変なため、深海生物にとってクジラはまるで絵本、大きな木に出てくる木のような惜しみなく自信を与えるような存在で、骨の髄までいただけるのですが、本当に骨まで吸って召し上がるお客様がいます。赤い草のようなゾンビワームです。名前からして恐ろしいこの生き物は本当にゾンビのような虫です。ゾンビワームには口や胃がないため酸を分泌してクジラの骨を溶かして中にある脂肪質を吸って食べるのです。胃がないためゾンビワームの中で生きる微生物が栄養分を消化しているのだとか。そしてまた別のお客様、バクテリアも骨の中の脂肪を食べて硫化水素を放出します。これによってクジラに黄色い雪が積もったように見えるのです。そしてさらに貝、イガイ、ウミマイマイなど数多くの生き物たちが残った有機物を食べるために押し寄せてきます。死んだクジラが生命で満ちた空間になりました。おそらく太陽の光が届かない深いところでもこのように多様な生き物が暮らせるのは死んだクジラたちのおかげではないでしょうか。たくさんの生き物の衣食住を解決するクジラは本当に自分の全てを惜しみなく与えるのです。生命の循環は全てつながっているということを自ら見せてくれているのでしょう。今日は死んだ後も文字通り命を残すクジラについて調べてみました。ココボラの神秘的な生き物の話はここまでです。楽しんでいただけたらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。